はいどうもこんにちは、娯楽です。ということで今なんですけど、オートバックスにいます。ということでこちらをですね、修理じゃないんですけど、オイル交換をして、まあ軽自動車なんでね、あのオイル交換結構頻繁にやらないと大変なことになってしまうので、今日はオイル交換をやっていきたいと思います。何ヶ月ぶりだろうか。すいません、オイル交換って今できます？はい、クイックペイでお願いします。 B の34で放送入ります。はい、ガソリンのお値引き、車ピットに入れていただく形に。ああ、はい、ごめんなさい。なんか取り扱いが全然オートバックスによって違うんだね。なんか車の場所を教えてって言って作業員さんがピットに入れてくれる場合もあれば、今回みたいに自分で入れに行くパターンもあるらしいです。クルーの人が入れると思ってさ、ちょっと車をさ、なんか小綺麗にしたんだよね。やる必要なかったじゃん。まあ車は綺麗にしなきゃいけないんだけどさ。じゃあ入れようか。一回さ、なんか運転してるとなんかエラーランプみたいなのがさ、このスピード計の隣とかについてるんだけどさ、そこでなんか変な初めて見るようなランプがこのだいぶ前か1年とか2年前ぐらいについて、何これと思って見てもらったら、あんたオイル全然入ってないよって言われて、でもあとちょっとであんたエンジン焼き切れるところだったでって言って、でギリギリセーフだったんだけど、本当にね、そこからオイル交換はねちゃんとやらなきゃダメなんだなって痛感しました。皆さんオイル交換マジでしっかりやってください。今日あとさ、洗濯もやりたいんだよね。洗濯もして、洗濯は絶対しなきゃ、ちょっと今日パンツないからで、体拭くやつもないし。あ、そうだ、俺思い出した、車の中のそのライトが欲しいんだ。俺ライトないからさ、最近真っ暗でさ、こう弁当食ってることがようあるからさ、あの別に運転席で食べればいいんだよ。運転席あのちっちゃいランプあるからあれでいいんだけど、ただ俺は靴脱いで、靴下も全部脱いであぐらかいてご飯が食べたいんだけど、それをこうやるには後部座席に行かなきゃいけないわけよ。けどね、それをやろうとすると後ろが真っ暗でライトがないからね。だからライトを買いたいと思ってたんだ。僕の車がパッパラパンになっております。はい、とりあえずコインランドリーを探しましょう。あ、ミニチュアダックスフンドが散歩を嫌がっておりますね。俺が昔飼っとったダックスフンドとそっくりだ。コインランドリーデポに到着しました。洗濯しまーす。今日のところはちょっと高いですね。1100円です。800円ぐらいだったよね前。これさ、いつになったら新500円はさ世の中で認知されるんだろうね。これまだだったわ。洗濯パンス、えこれか、あ、はいはい、で中温で、でこれで洗濯。いってらっしゃい。ということで今から50分暇なので、目の前にシャトレーゼあったんで何か買って食べようと思います。はい、今日はこちらを買いました。ティラミスですね。なんか安かった、 20% オフで80円とかだったんで、ワンチャンケーキもいいなと思ったんだけど、まあゴミめんどくさくなるしこれでいいかと思って、あのこっちにしました。安いしゴミも捨てやすいし。あ、なんかマスカルポーネチーズ、あーって、あーやらかした、あーあー、こっちに残っちゃった。もううまっ、いただきます。うん、うまい。シャトレーゼっていいよね、安い。シャトレーゼ知らんかった頃はさ、シャトレーゼ高いのかと思ってた。なんかおしゃれじゃん、なんか高いお菓子屋さんかなと思ったんだけど、日本一安いお菓子屋さんだね。じゃあスマホ作業の編集でもちょ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 ってやって洗濯を待ちたいと思います。ああ、疲れた。今日も一日お疲れ様でした。はい、ということでね、40分ぐらい何もしてませんでしたということなんですけども、そんなこと言ってる場合じゃないんですよ。これが洗濯物入れなんですけど、もうね、もうようわからなくなってるんですよ。一回整理を兼ねて全部畳み直したいと思います。ああ、もうようわからん。あれ、俺靴下こんななかったっけ？この3つしかなかったわ。そんなになかったっけ俺靴下。あん中に全部入ってんのか。靴下がないよ。そうなんだよ、クールダウンで2分間ずっとこれ回ってるんだよ。暑いと危険だから早く冷めろ。やろうか。え、全然乾いてんねんだけど。え、待って、あ、イヤホン、あ、イヤホン、え、大丈夫だよね、空気感。あ、大丈夫だ、乾いてるわ。
はい。TikTok とかしてます？あ、はい、してます。してます。はい。100円ぐらいですか？あ、はい、そうです。あ、そうなんですか。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。え、何？お疲れ様です。俺さ、お前この黒靴下さ、6個の6足ん待って、6セットを俺2個買って12足あると思ってるけど、6個で6個入ってて3セット分を2個買ったってこと？だからこんなに少ないように感じるってこと？俺が12個あると思ってたものが本当は6個しか買ってないってこと？そういうこと？あ、そう、それは少ないわ。はい、ということで出来上がりました。まあなんとかね、これでまた何日かは洗濯せずに済むので、あ、待って、これもだ。これもしましたが、これも持ち帰って、で、イヤホンまで洗濯してしまいましたが、まあ、多分使えると思いますので。はい、ドンキホーテにやってまいりました。ボロいな、このドンキホーテの看板。はい、仕切り直してドンキホーテにやってまいりました。ドンキホーテの中でもね、なんかアウトドアグッズみたいなのが売ってるところと売ってないところがあるんですけど、この加古川っていう兵庫県のね、この加古川っていうところ、僕ね結構ここお気に入りでしてね、兵庫県に住むんだったら俺加古川か明石か姫路に住みたいと思ってますんで、結構ねお気に入りなんですが、売ってるかどうかはちょっと見たことないのでちょっとよくわからないですが、ちょっと一回見に行ってみたいと思います。はい、ということで買ってまいりましたが、まあいろいろね僕も考えました。もうそもそもこういう車中泊とか、そういう時に使うランプって、車中泊グッズ、アウトドアグッズコーナーに置いてあるんですけど、大体ね、なんかこう、ランタンみたいな形してるやつあるじゃないですか、よく。あれをね、僕も買おうと思ったんです。そしたら行ったら、あったんですよ、明るいやつとか。あ、これいいじゃん、いいじゃんってなったんですけど、なんか動画とか見たんですよ、それ使ってる。あんまり明るくなくて。あれ？これ、違うかなと思って。で、そういうのじゃないのかなと思って。で、いろいろ考えた結果、勉強机とか、そういうなんかちょっとしたところに集中的に光が当たるようなやつの方がいいんじゃないか。そのなんか上に吊る下げて全部明るくするんじゃなくて、一点集中っていうやつを買った方が僕はいいんじゃないかなって思いました。ということでですね、買ってまいりました。こちら、なんか工事現場で使えそうなやつ、なんかタグついてきたと。やった、なんかタグもらった。たまにあるんだよね。こういうタグもらえるんだよ。で、まあこれはいいんですけど、で、これがね、どれぐらいの明るさっていうのが、実際に電池入れてないんでまだわかりません。なのでね、今から一回つけてみたいと思います。どんなもんなのかな。で、電池がね、これ単1なんですよ。単1でっけーよ。もう単1電池なんかね、使うの久々ですからね。くっそ重いし、これ。これ2個でね、200円なんで1個100円以上するわけですよ。鬼たけ。もう、飽きもせんし。あ、これどうやって開けんの？はい。これで、どこ押し合つくのかな？あ、あったあったあった。いきまーす。せーの。おー、結構明るい。結構明るいんじゃない？これさ、この辺に置いてさ。うわ、だいぶ明るい。え、全然違くない？これ。え？奇跡。え、いいじゃん。これ500円だったんですよ。俺500円。めっちゃ安い。電池代込みでも1200円ぐらいなんで。これさ、ここに置いたらさ、あ、結構いいじゃん。これちょっと上消してみよう。あ、いらんね。あ、これでいいわ。ちょっと白飛びしてる？大丈夫？それは大丈夫。こっちの置いてみようか。あ、こっちの方がいいね。あ、こっちの方がいい。でもね、これ、眩しいんだよね。いいじゃん。これでいいじゃん。全然いいじゃん。ちょっと後ろ行って、ちょっともう一回試しましょう。実際はね、後ろで食べるようにこれ買ったわけですから。これちょっとさ、明るいんだよね。ちょっとね、駐車場の電気があるから若干明るいんだけど、これをじゃあここでつけてみましょう。よいしょ。これか。はい。いいんじゃない？なかなか。この辺に置いた方がいいのか？いいんじゃない？まあ、ちょっと白飛びしてるけどさ、これもうちょい、ちょっと調整、この辺。あ、ちょっと周り明るいのがちょっとあれだな。もうちょっと暗いところで試してみたい感じあるけど、これがあるのと、ないの。あるのと、ないの。まあ、だいぶ違うんじゃない？このさ、カメラのことを勉強してらっしゃる方は皆さん知ってると思いますけど、ISO感度。だいぶ違うと思うんだよね。こういうところはまだガビガビ。暗いところはちょっとガビガビしてると思うんですけど、明るくなった途端に、急になんか、あ、ザラつきなくなったねっていう感じは、多分ちょっとは伝わったんじゃないかなって思いますので。まあ、これで、まあ、なんとかいけるんじゃない？これ500円だったらさ、まあいいよね。多分これがどれぐらい持つかっていうのがちょっとよくわからんけど、まあ、とりあえず、これで良しとしましょうか。よし。じゃあ、風呂行こう。
あ、ちょっとねこれライトに当てすぎるとこうやって白飛びしちゃうね。で電池もこれがあるってことは、ここでこのコンセントプラグ、コンセントポートがあるんで、これで充電式の電池とか買ったら、これもまあ充電タイプに切り替わったみたいなようなもんなんで、それもね買いたいんですけど、どこで売ってんだろうね。今なんか充電式の電池ってあんまり需要ないよね。だってそもそもそれ専用の何かあるもんね、バッテリーみたいなやつ。あれがそもそもついてるのが今主流だから、もうそもそも充電式の電池すらあんまり売ってないイメージだけど、まああったら買います。はい、プクプクの湯にやってまいりました。今日はね天然温泉ですよっていうことなんですけど、この天然温泉だなぁと思って意気揚々とこのプクプクの湯に来たわけなんですが、ここ来たことありました。去年も来ましたね、おそらく。去年もここで温泉入って、ああいい湯だったなぁって言ったの覚えてます。あとここで動画の編集してたのも覚えております。ということで天然温泉堪能していきたいと思います。まあ一回入ってるんでどんなもんかもう僕知ってますが、はい、ということで風呂入ってきましたが、ちょっとね真っ暗だったんでこの辺が、ちょっとライトのチェックだけしましょうか。これライトあるんで、今もうものすごい暗いじゃないですか。まあ、これでもまだちょっと明るい方ではあるんですけど、まあ十分暗いので、多分これでライトの効果のほどがわかるんじゃないかなって思います。ということで、じゃあライト置いていきまーす。最高です。最高。めちゃくちゃ明るいね。あ、これいいじゃん。これ動画1本撮れるな。1000円ぐらい撮れるね。いいじゃないですか。ちょっとスーパー行ってご飯食べましょう。これはいいわ。これいい買い物だ。500円でこれはかなりいい買い物だと思いますよ、僕。はい、ということで、スーパー丸中に着きました。ここでちょっとお惣菜をちょこちょこ買っていきたいと思います。やったね。これでこれからスーパーの晩飯が動画で撮れるぜ。はい、ということで、買ってまいりましたので、晩ご飯紹介します。こちらの2つですね。寿司とハモの天ぷらでございます。これ2つで530いくらとかでした。めちゃくちゃ安かった。ハモ天と、このお寿司屋さん、鮮魚の寿司屋さん、寿司なんで、かなり美味しいんじゃないかなと思います。明るいねー。いただきまーす。じゃあ、まずは、サーモンからいきますか。サーモン、お醤油続けて。うまそうじゃないこのサーモン。めっちゃうまそう。ちょっと光に当てていいですか。はい、美味しそう。よし。うまー。ハモ天もいきましょう、ハモ天も。ハモ天はね、なんで動画撮り始めると俺はなんか音が鳴る乗り物が横を通るんだろうか。ということでハモの天ぷらいただきます。うん、うまっ。やっぱりライトあるといいわ。今まであっちのさ運転席の方でこうなけなしの光で食べてたからさ、明るいっていいね。車中泊は結構明かりの問題があるからね。なんかおしゃれなランタンとか買ってもさ、結局それってさあんまり実用性なくてさ、このなんかソロキャンとかやるときにこのちょっと机の上にちょんって置くランタンがあったらおしゃれだねってなるけど、この長いこと車中泊するのにそのランタン絶対いらないからね。うん。やっぱり俺にはこういうライトが必要だったのかもしれない。実際に悩んでみて思ったわ。普通のランタン見て思ったもん。何にも、これ全然使えんじゃんって。なんかさ、よく趣味ってどうやって作りますかっていうコメントが来たりとかするんだけどさ、俺これ、ようやく分かった気がする趣味の作り方。趣味は、まず作るんじゃなくて、まずは何かを失うところから始めた方がいいと思う。例えば、日常生活のあるものを切り捨てたところで、そっから、物のありがたみが分かってくると思う。例えば日常生活で言うと、水道をひねらないっていうことを、じゃあ意識したとするじゃん。もう家ではもう水道使いません。じゃあどうするかって言ったら水は買ってくるわけじゃん。で、温泉とか、その、風呂とかはもうシャワーとかどっか借りに行く。快活クラブとか、普通に銭湯行ったりとかして、なんとかする。っていうことをさ、じゃあ歯磨きも全部こうやって買ってきて、これで歯を磨く。こういうことしたらさ、なんか、あ、水ってありがたいなーってなってさ、で、あえて、その水を買いに行くってことをするから、どんな水があるんだろうって買いに行くわけじゃん。で、軟水と硬水分かれるわけじゃん。じゃあ、どっちの方が自分美味しいと思うんだろうとか、で、コーヒーにはどっちを使った方がいいんだろうとか、で、逆に温泉とか行ったらさ、あ、こういう温泉なんかちょっと自分ハマるなーとか、温泉の素とか買おうかなーって言って、温泉の素を買いに行ったりとか、別府に旅行に行ったりとか、そういうところが生まれると思うんだよね。だから何かを失ったらそっから趣味が始まると思うから、
ぜひね、何か自分が日常生活で当たり前になっているものを捨ててから趣味を始めてみてくださいっていう回答にしときますね、僕は。うん。ダメ。はい、ということでごちそうさまでした。ということでね、まあちょっと急ぐ予定はないんですけど、まあ和歌山県に向けてちょっとずつちょっとずつ移動していこうかなって思いますんで、隣の市が明石市になるので、明日は明石焼きなんか食べちゃおうかなーなんて思いながら過ごしておりますが、まあ今日はこれにて終了としたいと思います。こうやって車の中の生活を少しずつ充実させていただきましょう。明日は机とか買おうかなって思っております。ということでご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ。